一本で果たしてファイナルステージを制することができるか。人間ガスボンベ山田はずみ、さあ腕の力を利用する、足は使わない、足は使わない、さあ足は蹴るのみ、足は蹴るのみ、己の腕っぷし一本で果たしてファイナルステージを制することができるか。人間ガスボンベ山田はずみ、さあ腕の力を利用する、足は使わない、足は使わない、さあ足は蹴るのみ、足は蹴るのみ、5メートルの力が出ます、さあ5メートルの力が、今度は足を使います、今度は反応をつけた後は5メートルの力が、この山田はサスケに狙いを絞って13キロウェイトを落としてまいりました。言葉出ませんか山田さん。頑張りました。もう腕に限界が来てました。やっぱりあれは5メートルあたりまでは足に弾みをつけるというのは作戦だったんですか。そうです、腕で一気に登りたかったんですけど、ペースがどうもつかめないままで、で今度は足を添えるようになりましたよね。そうですね、最初から足で行ってもよかったかもしれないですね。本当に手を伸ばせば蹴りがつかめたような風に見えましたけどね。そうです、あと60センチくらいあったですね。20センチから30センチぐらいですかね。ですよね。山田さん、今回10何キロも落としてきてね、あまりにもその空腹ということで一時不眠症になるなんていう側面もあったらしいですね。そうですね。そんな風に山田さんをこの種目へ駆り立てたその動機っていうのは自分で思うに何なんですか。